プルーデンス・ヒュアードは、カナダの画家である、モントリオールの裕福な家に生まれた。家庭教師から学んだ後、コネチカット州、カーミントンの有名な女子校、ミス・ポーター、S スクールで学んだ。美術に興味を示したので、モントリオールの美術学校で学んだ。第一次世界大戦中は、カナダ陸軍で働いた兄とイギリスで過ごし、赤十字のボランティアで働いた。カナダに戻った後、 1920年に女性8人を含む20人余りの芸術家で創立された美術家グループビーバーホールグループに参加した。1924年にカナダ王立美術院の展示会に出展しトロント・オンタリオで公開された。1925年から1926年の間は美術修行のためにパリで暮らしアカデミーコラロッシュで学びカナダの作家。 モーリーからハミやアメリカのアーネスト・ヘミングウェイや F ・スコット・フィッツ・ジェラルドも好んだモンパルナスのレドームカフェを訪れたオンタリオからパリに来ていたイザベル・マクラフリンと友人となりマクラフリンと写生旅行をした1929年にカナダ国立美術館が運営するコンペティションで賞を取り画家としての評価が高まったカナダの風景画家の集団 グループオブセブンの展覧会に招待され、グループオブセブンの AY ジャクソンに気に入られ、車生旅行をし多くの風景画も描いた。1932年にモントリオールで初めての個展を開いた。1933年にカナダの新しい美術家集団、カナディアングループオブペインターズの設立会員になるが、健康の悪化により活動は低下し、1939年に 交通事故にあったことが、さらに活動を低下させたが1945年までは、いくつかの肖像画を描いた。病気の治療のために移っていたアメリカ合衆国のロサンゼルスで没した。ありがとうございます。